はい、皆さんこんにちは。今日はあの本日の一品ということでですね、鮎、それからおそうめんを使ってですね、鮎乳麺みたいな感じでしょうか。それちょっとやっていこうと思います。まあ、材料的にはですね、鮎、それからおそうめん、そしてまあお出汁と調味料ということですね。はい、で今日はあの鮎のね、この中骨だったり、頭だったりね、本来ちょっともうそのまま捨ててしまうようなところも一度素焼きにしましてね、だし昆布を入れた中でこうちょっとぐーっと少しちょっと詰めまして、スープみたいなものも取ります。でそのスープと昆布とカツオのこの一番だしをミックスして、お吸い物を仕立てたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。はい、じゃあちょっと三枚おろしにしていきたいと思います。鮎ですね。まあ、この鮎はね、そんなにこう大きな魚のように大きな鱗がついていたりとか、まあ、そういうのはねあまりないんですけど、細かいねついてますので、まあね、ちょっとまあ撮影なんでね、正直ちょっとこのこういう場所でやってますけど、まあ、本来ねお水のそばでですね、やっていった方がいいですね。さっと流しますね。まず、頭を落とします。お腹をこう魚の肛門のあたりまでね、ちょっとこう開いて、でお腹の中をこう出しますね。で一度水洗いといって、お腹の中をちょっと洗います。こういうちょっとね、歯ブラシなんかでね、柔らかい目のね、硬いのはちょっと傷がつきますから、柔らかい目の歯ブラシなんかでこうお腹をね洗うといいですね。こういう小さい魚はですね、もう大名おろしですね。ここからもうぐっと中骨の上をね、最後までこうこうですね。でひっくり返して、またこの骨の上をですね、こうですね、じゃあ三枚おろしに、できました。でこの鮎のね、腹骨、お腹の骨ですね、これをちょっと包丁でこうすきます。身の薄いね魚ですからね、ちょっとまあ難しいです。もうこういうところまではね、お魚屋さんとかにねしてもらったらいいと思います。で腹骨が透けました。そしてですね、塩を当てます。何ですかっていうと、この鮎自身が持ってるその余計な臭みであったり、いらないものですね、いらないものを薄く塩を当てることによって、その塩の浸透圧でいらないものが浮き上がってくるわけですね。汗かいたような状態にもなってきます。はい、ということでここでちょっと一塩を当てます。バットの方にね薄く塩を当てます。この辺ですかね。こうですね。で、この上からも薄く塩を当てます。指の間からですね、こう僕出してるんですけどね、なかなか難しいです。だからご家庭ではね、こういうなんか小瓶のこうするやつで。してもらったらいいんじゃないかなと思いますし、専門用語でね、縦塩って言いまして、塩水です。塩水、約 3% ぐらいの塩水を作ってね、縦塩って言うんですけど、
数多くするときにこういう今みたいに塩を当てるっていう作業もあれなんで、縦塩を作ってボウルにね、でもドーンと入れちゃいます。でその後水分をね、こう拭いて、同じところにもスタートラインに立たすということで、先ほどですね、三枚おろしにした時に、頭であったり、中骨であったりが、出てます。でこれも同じようにちょっと塩を当ててですね、余計なものをちょっとこう出しといて洗って、一遍素焼きにします。素焼きにしといて、ちょっともう別でですね、昆布、こんな量でしたら昆布これぐらい入れて、ちょっとスープを取っていきます。これちょっと一遍焼いていきましょう。これは塩当てて、今塩当てたとこですから、もう一時ちょっと置いておかないといけないので、こういうね、焼き魚にこう串打ちしたりする、串、この串にね、これをもうちょっと時間経ってから、この尻尾のとこにですね、もうちょっと目立たんようにこうして、でこう何匹かこうして、あまり日の当たらないところ、影でね、影干しにします。本当は半日程度今からちょっと半日立たすわけにはいかないんで、ちょっとあらかじめですね、半日ほど干させてもろたもんがこういう形で、あります。これをもうちょっと後から、そのそうめんのタイミングでもう焼きます。その焼いたものとおそうめんとの合体ですよね。ではまあ鮎はそういうことで、おそうめんなんですけど、まあ通常このそうめん、こうやってこう束になってるんですが、このおそうめんをですね、ちょっとこう盛り付け上きれいに整ったものにしたいので、今日はですね、ちょっとこう束ねてみようかなと思います。一足の半分ぐらいがちょうどこの、後ほど盛り付けするお椀のね、量に見合う量やと思いますんで、おそうめんを茹でます。これお湯ですね、通常のお湯。ここをゴムで束ねましたから、このままポイッと掘り込んじゃうとね、この辺の中がね、なんかちょっとこう生というか、こう固まったようになりますんでね、ちょっとコツとしてはね、この辺りこうちょっと広げます。手で広げます。で多いとすぐ投げちゃわない、ちょっとこのままね、沸いてるところにこうしてね、こうしてこのちょっと広げた状態でこうしてね、でこの辺りまでほぼだいぶ来たなっていうところで、こういいですね。おそうめんですからね、あまり長いこと茹でないでいいと思います。あんまりもうこの辺でもう僕は火を止めます。ただすぐ引っ張り上げはしません。ちょっとこのままよし、茹でますね。よし、今これを、お水の方に一旦取ります。こうですね。はい、おそうめんはちょっと一旦こういうことで、その鮎そうめんのお出汁ですね、お出汁をちょっと作りたいです。通常うちにあるお出汁ですね、一番出汁と鮎の骨で取ったスープを半々ぐらいで合わせてね、でそこに調味料を入れておつゆを作りたいと、そういうことですね。今日のこのお話は、ちなみに4人分ぐらいの想定で、お出汁の量とかを お話しします、一番出汁を、300cc、 お出汁ね、かつお出汁ですね、かつお出汁 300cc、 これがかつお出汁 300cc。 そして、先ほどですね、ちょっとこれもあらかじめスープをもう取っておきました、鮎のね、骨のスープ、これも 300cc。 はい、これで 300cc、 ちょっと火をつけていきます。ここにですね、お酒、料理酒だろうが、の日本酒、お酒で結構です。15cc。このみりんも 15cc。薄
口醤油も 15cc で、後ほどおそらくちょっと塩を少し足していかないといけないと思うんですけど、その塩は今入れません。先ほどのその鮎のスープ、あのスープがどれぐらいその味、旨味が出ているのかっていうので、後ほどのその塩加減がこう変わってきます。なので最初からはちょっと塩入れません。ちょっとこれが沸いてくるまでに、先ほどのこの半日陰干しにしたという鮎をね、これも手早にちょっと焼きます。お家でしたらこのガスコンロのこの下にこの何ですか、グリルみたいなものがあるのがよくねありますよね。ああいうところにこうちょっとキッチンペーパー敷いていただいて、キッチンペーパーっていうのかな、なんか焼くときにね、敷くシート敷いてもらって、で焼いてもらったらいいと思います。例えばもしもフライパンで焼こうとするんであれば、フライパンで焼いてもらってもいいですけど、油は敷かないでください。後ほどのそのお吸い物にも油はいりません。はい、ちょっとこれ焼きましょう。はい、ちょっと味見をしてみたいと思います。鮎のねスープが出てます。美味しいけど、やはり少しお酒も入ってるし、みりんも入ってる分ね、ちょっとやっぱりこう少し甘めかなっていう感じがします。まあ、女性なんかはこれぐらいでいいのかなと思うんですけども、少しねキリッとさせるために塩で少し締めたいな。でも入れません、たくさんは入れません。もうこんなこの程度です。もうこれで随分変わります。これ以上入るとまた辛いってことになりますからね。もうこれぐらい。はい、そしたら、先ほどのですね、鮎ですね、今焼けてこういう状況に今なりました。ご家庭のグリルでももし調節ができるんだったら、もう一番強い火ですね、一番強い火でなるべく手早に焼く方がいいと思います。もうこういう小さい魚っていうのはじわっと焼くとどんどん縮まってね、もう食感も悪くなってね、あんま美味しくないです。もう手早に焼きましたというやつですね。これちょっと盛り付けしたいと思います。先ほどのおそうめんね、そうめん、これをね、はい、鮎もねちょっとこの端っこだけ整えましょう。で今日はね三つ葉をちょっと添えます。もうこれはねお家にある青いお野菜ね、何か三つ葉じゃなくてもこれも代用できます。ほうれん草でもいいですしね、春菊でもいいですし、何かそういう季節のですね、お野菜でいきますね。そしてこの柚子ですね、青柚子でもいいですし、すだちとかね、かぼすとかね、ああいう柑橘系のものも美味しいですね。ちょっと試食をさせていただきたいと思います。いただきます。そうめんを、湯がきすぎないのがポイントです。茹ですぎちゃうともうその頃にはもう伸びてダメです。固いのがいいです。美味しいです。